はい、どうもヤミです。今日はですね、こういう風になってる時の F2L のパターンの紹介ですね。はい、これも、こっちバージョンとこっちバージョンと2種類あるんで、とりあえず、こうなってる時は、こういう風に持ちます。でですね、次の動きをします。まずですね、上の列を、この状態だったら左に、でここを上に、でまた上の列を左に2回で、縦の列を戻すと。そしたら位置関係ができているので右に1個戻してあげる。そしたらこう入る状態になってるんですね。でここまで行くと、キューブ自体をこっちに向けて上げる、左戻す、これで入れてあげてもいいし、こうして裏で入れてもいいし、まあ、どっちでもいいんですね。はい、でなんだろう、もう一度戻すとするならば、こうですね、この状態でこう持ちます。そしてとりあえずこの上の列を左で上に上げる、でまた上の列を左に2回で戻すと。そして位置関係を作って右に戻してあげる、で前を向けて上げる、左下げるで入れてもいいし、後ろに向けてこういう風に入れてもいいと。はい、でまあ逆のバージョンなんですけども、逆だとこういう風になるんですね。さっきはこっちに並んでたんですけど、今度こっちですね。でもこれだとしても全く一緒です。逆になるだけ。まず上の列を右に1回、で右の列を上に、で右に2回動かしてここを戻すと。そしたら位置関係ができているので、こっち側に左に戻してあげて、まあ、こう向けて左を上げて右戻す、ここに入れてもいいし、反対にして裏でこういう風に入れてもいいと。はい、まあどっちでもいいんですけども、そうですね、もう一回いきます。まず上を右に、でこっちを上に上げる、で右に2回で戻す、でこっち側に戻してあげると。そしてこう入れてもいいし、反対で入れてもいいと。で実際のキューブでやるときは、まあこういう風な感じでなってますよね。はい、これだと、こうですね、こっちのバージョンなんで、でこの上の列を向こうにで上げて、で同じ方向にまた2回動かす、で戻す、でできてるので、この列をこっちに戻してあげて、前から入れてもいいし、後ろから入れてもいいと。はい、そんな感じですね。で逆のバージョンだとこうですよね。これをこうしてもおかしな位置になっちゃうんで、こうじゃないですね。ここ、こういう風にして、で右上げる、右右下げる、で左、そしたらもう揃えれる状態になってるので、前から入れるか後ろから入れるか、まあどっちかですね。まあこれだけなので、ちょっと難しそうに見えるんですけども、全然簡単なので、ぜひ覚えてやってみてください。はい、以上です。